お見事。海なし県の栃木県足利市からはビーチバレーをご紹介します。夢をかでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて競技の説明をお願いいたします。はい、ビーチバレーボールはこのコートで行うんですが、大きく6人制と違うのは、コートの縦の長さが16メートル、横が8メートルで、体育館より1メートル小さいぐらいの大きさです。で、6人制だと6人なんですが、ビーチバレーは2人で行います。2人でパスをして、トスをして、スパイク、サーブを打つって、バレーボールの全部の要素を2人でやっていくのが特徴的かなと思います。今日は早速もう体験させてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは基本のアンダーパス、結構今日風がこう吹いているので、言われてみるとこういう風に、本当だ、ビーチ選手は風を毎回確認してどっちにボールを出すとかどれぐらい出すとかを考えながら常にやってますので、今日はちょっと風も見ていただきながら、風を感じてるんですね。普通にやってみていいですか。ぜひ一回やってみてください。じゃあ こんな感じ。あ、太陽が邪魔だな。うわ、ちょっと待って、空が青い。結構埋まりますね、足が。そうですね、砂なので足場が普段よりも踏み込みとか、しっかりしてやらないとバランス取るのが大変だと思います。試合だ。試合やりますか。もう試合だ。試合やろう。はい、試合やろう。わかりました。はい、お願いします。え、やったー、オッケー。流れた。風で戻ってくるんです。ラッキー、お願いします。ナイスナイス、はい、お願い。届かなかった。惜しい。はい、お願い、ゆっくり。うわー、上まで行った。ありがとうございます。うわー、ずるい。はい、こっちしてた。痛い。ごめん。お願いします。はい、ナイス。上げてもらえる。わ、二人しかいないの大変。わ、ひどい。ひどくない？いや、ナイスでしたよ。うまい。ナイスナイス。本当に。やった。感動。ありがとうございました。ありがとうございました。このぐらいの位置で落下するかなっていうところに絶対に落ちない。そうなんです。それがすごく面白いですね。はい、常に考えながらプレーしてると思います。刻一刻と変化していく状況、そうです、ね、考えて、しかも相手がやったらもう次絶対は私だ、私が取るんだっていうこの気持ち、なんだろう、信頼関係、はい、強めのスポーツなんですね。そうですね、もうペア2人しかいないので、あの控えの選手がビーチバレーはいないので、もう自分がやるのとペアでやっぱり協力して声かけ合ったりして、本当信頼してやるスポーツですね。いや、お見事。ビーチバレーはインドアと違って年齢関係なく楽しめるスポーツだと思っているので、本当にお年寄りの方もジャンプしないでも点が決まったりだとか、そういうなんか誰でもできるようなスポーツなので楽しいかなっていうふうに思います。全国に行くとやっぱインドアの方でも上位だった高校からも出てくると思うんで、そういう選手とかともやり合えるような選手になっていきたいと思っています。